はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつだれおいでございます。久美子様、お手紙いただきました。ありがとうございます。馬場様、直隆様、はっちゃん様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。沢村様、柳様、勘太郎様、明美様、ポスティングボランティアお申し出ありがとうございました。誠にありがとうございます。早速、参院選向けのチラシを、送らせていただきます。顎骨内嚢胞摘出手術入院から退院しました。今日の昼ですね。ビビってました。全身麻酔も問題なく済ますことができました。で、手術当日、若い先生嫉妬したんですけど、30代かな、いずれやんねっきゃなんねんですから頑張りましょうね、なんて言われちゃいまして、ほっとくとですね、顎に穴開いちゃうかもしれないっていう。今は炎症で腫れているので、ほっぺた噛むんで気をつけて話さないといけない状態であります。なんか喋り方が変になっておりますけれども、大口開かないのでハンバーガーとか食えないですね。雑炊と麺類なんかを食べております。東京都内ポスボランティア様大募集であります。日本改革党メール党員様大募集であります。東京地区の支部長大募集であります。いずれも動画説明欄もっと見る、もしくは靴沢のツイッターからご応募ください。よろしくお願いいたします。参院選の日程が発表されたのでチラシ少し変えました。今までより右々しくなってます。最右翼政党を目指します。極左どもは、まあ安倍元総理ぐらいのリベラルでも極右呼ばわりしてましたけれども、私なんかは何と言って罵倒するんでしょうかね。超極右とか、言うのかなって思ったりなんかしてね。日本改革党と私の参院選公約予定なんですけれども、今すぐ廃止すべき憲法9条から憲法全部廃止、という意見を持ってます。私は、英国型の無憲法国家を目指すと、別に法律でいいんじゃないの、そんなの常識的に考えてこうだろって言える成熟した国家を目指すというのを考えを持っております。まあまあとりあえず会見してですね、なし崩しにしてっていう段階もありよりのありであります。外国人生活保護制度廃止、外国人実習制度廃止、外国人留学制度、留学生超優遇廃止その他ですけど、消費税減税からの廃止、いずれ廃止、スパイ防止法なるべく早く欲しい、捏造報道に罰則を、 NHK スクランブル化、漫画やアニメゲームなど一切の表現規制に反対、などなどをチラシに書いてあります。女系天皇反対であるとか別姓反対だとか移民反対とか国防強化とか参政権外産権反対とか北方領土竹島拉致被害者の奪還など日本人なら当たり前の当たり前はチラシから省略させていただいております。ですけれども忘れたわけではありません。中核派令和の山本太郎、困ってる人がいたら助けるのは当然のこと、海外から来て困ってる人がいたら救うよって、そういう成熟した国に住みたいなどとリアリストであるべき政治家がポエムをほざいてしまいました。凱旋で言ったらしいですねこれね。ネットの反応です。絶対嫌です、反対です、じゃあそういう国に引っ越せよ。日本は外国人を養うほど豊かな国ではない、他国は日本人にそんなことしてくれない、それで日本人が困っているんだが、じゃあ言い出しっぺのお前が金出せ、帰国させてあげた方がいいんじゃないなんか久しぶりに喋るんで咳出ちゃいます外人の面倒を見る義理はない、外国人参政権狙いだろう、行動力のある気違いは恐ろしいな。試験なんですけど、
外国人に生活保護をやってる国は日本しかないんで、それをもってね、成熟した国とは規定できませんね。そんな会社だったらお前んちで引き取れよ、山本太郎ね。外国で困窮した日本人の生活を保護してくれる国はないのに、不公平で一方的であります。変えるべき祖国がちゃんとある外国人は、日本で生まれて日本で生きて日本で死んでいくしかない日本人とは区別して当然であります。日本人はここに行き場所ないんだからね。外国人生活保護の法的根拠はまるでないと最高裁判決が出ています。こんなにもね、外国人生活保護を廃止すべき理由があるのに、現状やってんのがおかしいんだわっていう理由が3つもあんのに、そういう成熟した国っていいよねみたいな、ぼやーっとしたイメージだけで全部ごまかす悪意と邪悪、山本太郎ね。そしてそれに騙される頭の悪い日本人、もしくは元外国人の日本国籍保有者に絶望しますね。令和の支持率って今 1%、2% ぐらいなんでしょうか。100人に1人か2人の大バカ狙いなんでしょうけれども、だがしかし、その大バカな層は共産も立憲も狙ってるわけで、競争は熾烈ですね。共産党が赤旗で参院選向けの政策の骨格を発表したそうであります。9条を生かした外交で東アジア平和創出外交ビジョンを提唱ロシアは侵略をやめろ、国連憲章を守れという国際世論の力で平和秩序を回復する、他力本願か。核抑止力の破綻は明らかで、核兵器は廃絶するしかない。何言ってるか分かりませんけれども、吐き気のする大バカ揃いの共産党員には納得できる内容なのかなって思います。こんな感じですね。ネットなんです。聞いてるだけで頭悪くなりそう。九条を外交にどう生かすんですか。上陸してきたロシア軍の戦車部隊に向かって憲法九条って書いたプラカード持って突っ込んでいくんだよ。九条を生かして共産党が消滅して日本が平和になる。宗教は予想でやってくる。密教レベル。ウクライナを見てまだ言うか。九条でロシアを止めたら投票してやる。適当なこと書いてお茶濁して終了か。こんなんだからみんな去っていくんじゃね。具体性ゼロ、実現性ゼロと、いちいち意味不明なことを、言ってますけれども、九条を生かした東アジア平和創出外交ビジョン、具体的には方向性は一体何やればいいの。国連憲章を守れで平和秩序回復、条約すら国家間の合意ですら無視してウクライナに侵攻したのに、国連憲章今更言うこと聞くが、共産党はね、実際にロシア政府に掛け合ってみたら言うこと聞くかどうか。核抑止力の破綻は明らか、言っちゃってますけど、ウクライナはソ連の核兵器をロシアに返した、放棄したから侵略されたんですよね。バカな共産党の脳内では真逆なことになってんのかな。どんな脳みそしてんだろうな。学生運動にかぶれた中で9割以上は、ああ俺なんてバカなことやってたんだろうって目が覚めたが、1割未満数パーセントは戻ってこれなかったらしいんですよね。その頃は学生運動にかぶれんのがなうかった、流行りだった。こんなバカなこと言ってっから若者は見向きもせずに、学生運動かぶれの1割未満が頑張ってきた共産党も いよいよ終了すかね、そろそろね。まあいずれにしても時間の問題だなと思いますけれども、次の参院選の比例票、前の3年前よりどんだけ減ってっか、まあ楽しみではありますね。学会も主力は
段階世代、こちらの比例票の減りも、楽しみかなって思います。まあまあ、段階世代が、活発に動いて、選挙活動やってるらしくて、だけれども、まあ、そのぐらいのお年になると、通院したり入院したり、活発に活動できない人も増えてくると、杖をつき始めたとかですね、そういうことでね。で、まあ、運動量の減少が、票の減少ということになってるらしいであります。維新は、馬場幹事長以外は全然ですからね、実はね。国を思う党が、なんで杉田水脈さんや、戦って取り戻すしかないよね、北方領土は、当然の発言しただけの丸山さん追い出すんだって話。あそこはですね、橋本徹っつサイコパスの私利私欲のための主党ですからね。どうも手術のせいか、それとも3日間4日間喋ってなかったせいか、咳出ちゃいますけれども、ご容赦ください。限られた大バカ層を共産令和と取り合う立憲も苦戦してるみたいであります。時事通信の最新政党支持率って 2.7% を叩き出してしまいました。自民党が 29.7% ですから10分の1以下ということで、ネットの反応です。まだ 2.7 もあんのかよ、まだこんなに高いとは。公明党に負けたか、死亡だな。外国政府のスパイってバレたんだろう。クラリオンガールとグリーンピースが何とかしてくれる。分裂して党名変更の時期、立憲共産党に名前変えたら、もう諦めて回答して全員韓国に移住すれば、公約を守らない、やらない、やろうともしないから当然。こんなの支持して日本死ね言ってるやつら世間から浮いてるぞ。試験ですけど、立憲 2.7、 共産 1.8、 令和 0.5、 社民 0.4 だったそうであります。まあ、時事通信の調査は毎回毎回絡めっていうか数字少ないんですけどね。論外野党合計で 5.4% と、ロシア侵攻前の2月は論外合計 7.5% だったそうでね。2.1% ばかし減っちゃいました。200万人ぐらいが9条は嘘だな、9条で守れねえよな国はなって気がついた可能性ありますね。まあ100人中 5,6 人の頭悪い層を立憲共産社民令和が取り合うって構図になりますね。かたくなに反原発やってる立憲をですね、産業界と労組が見放したのが、まあ集落落ち目の原因なんですけど、まあ反原発の理由で一番バカバカしかったのがこちらであります。温水を海に捨てるので地球が温暖化する。まあ冷却水のことだと思うんですけど、じゃあお湯沸かしてお茶飲めないじゃん、風呂にも入れないじゃん、温泉を掘削するなんてとんでもないことですよね、これが正しいんだったらね。とは考えないレベルのバカを騙せれば反原発派イコールスパイなんですけどね。これは日本の世界一の核発電原発技術を途絶させたい、核兵器作らせたくない、いずれ侵略するからという外国政府のスパイどもはこのレベルのバカを騙せればいい。実際騙されるバカも存在すると、中学の理科からやり直せって感じなんですけどね。こういうバカはね、温水を捨てたら地球が温暖化するって、じゃあお前風呂入んなよ、お茶飲むなよな、このレベルのバカは、まあ、増えることないはずなんで、まあ、時間は我々の味方ですよね。ですけれども、あん時のおっさんは何やってたんだ、共産みたいなスパイ戦闘のさばらして、立憲みたいなスパイどものさばらして
世界中でスパイ防止法ねえの日本だけではって後世言われないように我々おっさんが頑張りましょう。私は 2,3 日口が変で、顎の骨が腫れてて辛くて、まあ、熱も持ってて辛くて、咳も出るんですけれども頑張ります。ポスティングボランティア募集、メール登院募集であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。